パルナス・ソス山にあるアポローンとムーサたち、サミュエル・ウッド・フォード作、1804年ムーサ、または、ムーサは、ギリシア神話で文芸を司る、女神たちである。複数型は、ムーサイ。英語、フランス語のミューズやミューゼスとしても知られる。ムーサたちは、パルナス・ソス山に住むとされており、またヘリコーンさんとの関係が深い。ヘリコーンさんにあるアガッペの泉とヒッポクレーネーの 泉を主催する場合に、ローマ神話の泉の女神、カメーナへと同一視された。ムーサたちを主催するのは芸術の神、アポローンである。しばしば女子誌の冒頭で、ムーサたちに対する呼びかけが行われる。なお、コメーロス風参加には、ムーサたちに捧げる衆がある。兵士オドスの新闘記によれば、大見はゼウスとムネーモシュネーの娘で急柱いると、されており、 黄金のリボンをつけたムーサたちと形容することがある。別伝では、ハルモニアーの娘とする説や、ウーラノスとガイアの娘とする説もある。ピーエリア王、ピーエロスの娘、ピーエリスたちとも同一視された。古くはその人数は定まっておらず、ヘリコーンさんであがめられた最初のムーサたちでは、ウーラノスとガイアの娘である、アオイデー、ムネーメー、メルテーの三柱、それを、 無礼名,名を除くてる串の絵とある系を加えたゼウスと、ネダーの娘であるヨハシラ、レスボス島都市シリア島では、ネーロー、トリトーネ、アソボー、ヘプタポラー、アケロイース、ティッポプロー、ローディアの七柱とされていたが、ヘイシオドスによって九柱にまとめられた。その他、四季オンやデルポイでは、ネテ、メセイ、ヒュッパテの三柱で、縦ごとの三本の弦の化身であった。また、 アポローンの娘である、ケフィソーアポローニス、ボリュステーニスの見柱とする説もある。アルクマンによると、ウーラノスとガイアの娘。主にシカの形式と技巧を司る。ヒケローによると、ゼウスとネダーの娘。主に曲芸の形式と技巧を司る。旧柱それぞれの名前と司る分野、及び持ち物は以下の通り。当初は特定の分野が割り当てられず、 音楽、秘策、言語活動一般を司る地の女神たちであったようだが、古典期を通じて、ローマ時代の後期には、各ムーサが司る学芸の分野が定められ、現在広く知られる形が出来上がった。また、設営スによる著作では、カリコレ、ヘリケ、エウニケ、テルクシノエ、テルプシコラ、エウテルペ、エウケラデ、ディア、エノペといった9柱のムーサが述べられている。 神話には音楽の競技の場合に登場することが多い。アポローンとマルシュアースの音楽合戦の審判役を務めたほか、タミュリス、セイレインたちやピーエリスたちなどがムーサたちと歌比べの勝負を挑んだが敗北した神話が残っている。ヨーロッパの多くの言語では、下記の通り、音楽を意味する語、また、美術館、博物館を意味する語がこの名前から派生した。 古典古代の学堂であった無声音は、元は文芸の女神、ムーサを祀る神殿であったが、後に文芸、学問を研究する場にも使われるようになった。ルネサンス以降に西洋に、博物館が成立した際に、無声音の名が復活している。ルネサンス期以降、ムーサたちにちなんで、グレイデス・アド・パーナッサム、パルナッソスへの改定という名の詩学、音楽教本が多く書かれた。 ドビュッシーのピアノ組曲、子供の領分に含まれる第一曲、グラドゥス・アド・パルナッス・ム・博士は、これにちなんだ題名で、これから始まる組曲の開始曲として配置されている。ありがとうございます。